生きた化石、最も長く姿を変えていない原生種。8000。シーラカンス。シーラカンスは約3億6千万から4億年前に出現したシーラカンス目に属する魚類で、化石種も原生種も含めた総称です。2010年の研究で、現生するシーラカンスは約2000万から3000万年前に出現したと発表されました。カブトエビ。カブトエビの仲間は三畳紀、約2億5190万年から2億130万年前に出現した淡水性の甲殻類で、日本でも田んぼなどで見つけることができます。2013年に発表された研究で、現存するヨーロッパカブトエビは約2500万年前に出現したと分かりました。カブトガニ。約4億8000万年前に出現したカブトガニの仲間はカブトエビとは別の動物で、カブトガニ目に属し、ドーム状の甲羅と剣のような尾を持ちます。2012年の研究で、現存するカブトガニは約2500万年前に生まれた種であることが判明しています。